標準化もできないんですよね、日本ってね、なんか不思議ですよね。中途半端に生かそうと思うからなんですけどね、うん、まあでもそれ言ったら、例えばさ、あのゴンドラの色もみんな違ってたりとかさ、うん、ゴンドラの色、あでしょ、まあ、カスタマイズしちゃうから、あの、そうですね、標準化っていうか、あの一般化できて、はい、されてないってしてますこれ、はいはいはい、サイズがですか、あの色とかね、色は違うと問題ですか、いや、あの二次マーケット売れないんですよ、そうすると、ああなるほどね、アメリカはそんなのは、ね、後で売るとこと考えるから、あなるほど、10年ぐらい使ったら売っちゃうでしょ、はいはい、そうするとそれが二次マーケット行って、そうすると今度はディスカウンターがそれ買って、なるほど、そうするとブローカーいますから、はいはいはい、そうですブローカー探して安く店作れちゃうわけですよ、なるほど、でそれは例えば A 社が茶色っぽくて、B 社はピンク色でだったりするじゃないですか、はいはいはい、でそれでも買ったらエンドの色が全部買ってきちゃうわけですよでできないんです、それがそうですね、うん、だからアメリカってのは、アメリカ色は統一なんですか、統一っていうかまあ一緒だね、なんかベージュみたいなやつですか、普通ベージュだけど、ね、俺まだ黒を使ってますよね、あれはね、あの無理だね、あの二次マーケット売れないけどね、でも基本的には普通はベージュで、別にあのカスタマイズしないんだけど、あれはなんか話によると重機メーカーがカスタマイズしますよって言って、どうしますかみたいな感じで、なるほど、それで少しコンサルみたいな商売ですね、御社だけですからって言って、なるほど、そうするとあの よしよしって言って、いいやつみたいな感じで思って、二次マーケットを作らないようにしてるわけですね、まあ、そう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 、うん、あでも昔カルフールがアジアで買収した店舗行ったら塗ってましたね自分たちでDIY ですか、ね、あのペンキで、え棚を塗るのその買収する前の棚の色がちょっと変わってるだったんで、あ自分たちの変えてんだそうやって自分たちでそれをさらに珍しいな、ローコストなんだかハイコストなんだかわかんないですねそれね、まあ、あのアジアの方が人件費安いんで人使えるわけねそう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 なるほど、難しいな、まあ、そういう発想が基本にの違いかもしれないです、うん、日本は ね、 そうですね、カスタマイズしてしまうという、でも奥さんさっきのシナジーの話でいうと、はいはい、買収前とか買収発表時にはそのシナジー見込んでたんですよね、だけど買収したらやっぱりシステム合わないから見込みませんっていう、そうですよね、だ往々にしてあるのはシナジーって、金額とかよく発表されるじゃないですか、あんまり積み上げてないんですよね、積み上げ、だからこの分野でいくらこの細かくやってるわけじゃないと僕は思います、えエイヤーなんですか、エイヤー、まあそれもちろんその部署ごとに、うん、まあ項目ごとに言うんでしょうけど、はいはい、そんなにこれこうやったらこうなるよねっていう緻密な計算は多分ないと思いますね、それは僕もそういう気がする、ね、アメリカでもねそういうのしょっちゅう発表あるけども、それはね分かる、でね、あれって検証しようがないじゃないですか、シナジーって言われると、分かる分かる、ね、いやもうこれ出てんですって、でも利益減ってますけど、いやこれやってなかったらもっと減ってたみたいなね、そういう物は言わそういう言い方でしょ。